moments are the important moments that connect us. キウナ名古屋。皆さんこんばんは。6月4日火曜日午後10時になりました。 FM79.7MHz コールサイン JOZZ0CGFM FM 宜野湾の電波をお借りして、名古屋にあるダンサースタジオから旧名古屋をお送りいたします。先週はですね、王子ね、ちょっと出稼ぎに行っておりましてね、失礼いたしました。今日もね、名古屋はね、とっても暑くてね、滝のように汗が出ましたんで、タオルが手放せなくなっているスエリオジマスクマンでございます。はい、先週の放送の様子を全然王子が知らないということでもうすでに反省会決定だなと思っているミソニコミスキーと、昨日ですね、朝ですね、緊急地震速報がこちら流れまして、はい、いや朝の忙しい時に何だろうなと思ってたんですけども、いや実はですね、あれでですね、私目が覚めたダンサーズでございます。私は起きてたよ、はいはい、こんな3人がお届けします。今夜のテーマは食事会。今夜のテーマは食事会です。メールアドレスは kiyu@kiyu.nagoya です。 kiyu@kiyu.nagoya です。この番組はツイキャスライブでも配信しています。ツイキャスのサイトから FM 宜野湾で検索してください。またインターネットラジオ配信サイトマイチューナラジオからも放送しています。マイチューナラジオアプリまたはマイチューナラジオサイトから FM 銀の湾で検索してください。名古屋は栄養コーナー22時38分頃からとなります。この番組は陸上海上輸送一貫サポート名古屋東海協和、相続などでお困りごと相談は税理士法人ベスタックス、経営者様のお困りごと相談はリテールクリエイト社会保険労務士法人個人スポンサーさんです。グランレーナさん、名誉総裁賞受賞の首里饅頭那覇首里中村製菓、アートワークウェブサイト FMJG、 お小遣いで買えるお菓子がいっぱい那覇市中田おやつと軽食の店夢屋、タイ古式とオイルリンパトリートメントのリラクゼーションサロンなごみ、ネットワークカメラ録画システムのことなら D グラッド個人スポンサーさんです。真っ赤なメルセデスさん、こちらの提供でお送りいたします。キウナ名古屋。私ども東海協和の国内物流部は名古屋から北は北海道、南は沖縄まで最適な物流サービスを提供しております。安心確実迅速をモットーに創意工夫を凝らし、お客様の個々のニーズに応え、心で届ける物流で皆様の暮らしをつなげていきます。どんな形状大きさの輸送もお任せください。これからも皆様の心強い物流パートナーとして、お問い合わせは電話 052-389-7817 東海協和まで。リテールクリエイト社会保険労務士法人は、小売業、コンビニエンスストアに特化した日本でも数少ない社会保険労務士事務所です。全国の小売業、コンビニオーナーの皆さんが抱えるお困りごとに寄り添い、問題解決いたします。人が集まらない、どうやって育てればいいんだろう、従業員の働きがいにつながるアイディアはないかなど、小さなことでもお気軽にご相談ください。お問い合わせは電話 03-5357-1182 またはコンビニ社労士で検索。相続対策は万全ですか？税理士法人ベスタックスは財産カウンセリングにおいて相続に関するお悩みを問題解決し、最善のご提案をいたします。大切な家族と争わないために事前の準備から相続の発生後まで
信頼できる相談相手として全力でサポートいたします。相続、税金、手続きなど少しでも不安な皆様、ぜひ経験豊富なベスタックスにご相談ください。お問い合わせは電話 03-6421-2296 またはベスタックス相続で検索。キウナ名古屋。はい、メールご紹介します。はい、はい、お願いします。名古屋ネーム沖縄大好きさんからです。ありがとうございます。ダンサーさん、磯さん、王子、こんばん名古屋。名古屋、沖縄を愛す沖縄の王子、ラジオリスナー沖縄大好きです。テーマ植樹会。植樹会、これあのあれですね、植える木の会ですね、ではありませんね。植樹会ではなく植樹会。はい、そうです。僕は FM 技能湾で番組をスタートさせる1ヶ月前に専門学校の同期たちとランチ会をしましたよ。ピザといったらシェイキーズでランチしました。ピザやパスタなどを食べつつお互いに近況を報告しました。僕がラジオを始めることもその時にお話ししました。その後は同期の女の子が旦那さんと子供たちを連れてきたそうで、近くのゲームセンターで待ち合わせをして顔合わせをしました。子供たちも可愛くて、一人は男の子、大きかったですが、抱っこさせてもらいました。ああ、大きいってもどれぐらい大きいんでしょうね、ね、まあ、幼稚園ぐらいのね、子ならね、大丈夫だと思うんですけど、どうだろう、小学校の高学年になると結構ね重くなりますからね、腰に来ちゃうみたいな感じになりますけども。はい、ありがとうございます。シェーキーズね、名古屋に昔ありましたけど、今は名古屋にないんですよね、確かね。あ、そうなんですか。ね、なんかピザとか食べ放題で、パスタとか美味しかったなっていう思い出があります、沖縄はね、ありますもんね、今ね。ありますね、ね、いいですね。一応あれですかね、このシェーキーズは全国展開してる感じの、でもちょっと名古屋はね、もうずいぶん前になくなってしまってね、本当自分がどうだろう、高校生ぐらいの時かな、大学生ぐらいの時かな、行った覚えがありますよ。そう、シェイキーズプラザハウスのところで、あー、いっぱいいるな、人が多いなと思って ね、 ちょっと断念したことありましたね。ねえ、結構人気でですよね、沖縄ね、お店ね。はい、ありがとうございます。ツイキャスも今日ね、たくさん来てますよ。FMJG 新一さん、こんばんは、今日は間に合いましたっていうことで、あ、よかった。あ、っていうか王子がいる笑いってなってます。あ、いや、います、ね、今日はいますよ。ね、FMJG 新一さんはね、王子の素敵なステッカーをデザインしてくださってね、はい、本当の王子様ですからね。ね、本当の王子、本当の王子様、本当の王子様なんですけど、デザインがね、ちゃんとね、工夫されてて、若干うさんくさい仕上がりになってる。うさんくさい ね、王子のこのうさんくささをね、うまく表現してるっていうね。そのステッカーを持って、なんていうの、よく昔ながらのカバンあるじゃないですか、はい、あれ持ってこうちょっとスーツっぽいの着て歩いてると、本当にうさんっぽい不動産屋さんみたいに思われるんじゃないかな。ねえ、ね、で高坊さんが、こんばんは、ゲリラ雷雨のあった東京です。あれ、王子、今日はシックな服って。いや、シックっていうか、ちょっとあれですね、エビスビールの、そうそう、エビスビールのちょっとエンジっぽいような、ねえ、色ですんで、シックっぽくはないんですね。ちょっとこう、派手っぽいは派手っぽいですけどね、ちょっとこれ、それは何、なんでその T シャツはどうやって手に入れたんですか。いや、なんかお家にありましたんで。お家にありました、私が購入したわけでございますけども。あ、そうなのね、王子がこう、エビスビールだってチョイスしたわけではないですね。そうなんです、そうなんです。なんかエンジ色ですよね。そうそう、エンジ色で、ちょっとこれ、そうゴールドっぽいですね、これね、ね、かっこいいですね、はい、そう、東京ゲリラ豪雨が大変だったって、ね、しかもですね、今日だけじゃないんですよね、昨日もその前を2日くらいね、大変で、ね、まあ、名古屋もいつでしたっけ、すごい大雨でしたよね。大雨ありましたね。ありましたね。なんか最近ね、ちょっとこうゲリラ豪雨っていうか、ちょっと不安定ですよね。そうですね。本当に気をつけないとですね。はい。はい、で、
ペーターさん、今夜はスポンサーさんの名前が隠れてるっていうのはきっと王子がいるから、王子がいるからね、ああそういう意味でのね、うん、ああそういう、うん、その人 何のことかなと思ったんですけど、 あれですね、税理士法人ベスタックスさんの字が若干、あ、ね、あ王子の頭でってことですね、ちょっとあの半分切れてるみたいに、うん、あ、そう、そういうことですね、山中さんに怒られちゃう、はい、じゃあ、ヤンポーさん、ダンサーズさん、みそにさん、ほか一名こんばんは、はい、ほか一名です、ほか一名、ほか一名です、はい、高尾さん、緊急地震速報が出ても揺れなかったねということで、うん、そうですね、うん、まあね、揺れなくてよかったと言った方がいいですよね、その広範囲でっていう、ただね、やっぱりね、石川県は、まあ、もう とても大変ですからね、あの地震ですね、ちょっと不思議なのが、名古屋市内でも揺れたところと揺れてないところ、あ、そうみたいですね、あ、そうですね、うん、あってね、うん、だからあの王子は全然気づかなかったんですけど、うん、一宮の方は多分あのマンションかアパートかなんかに住んで見える方で、うんうん、ちょっと上の階だったのかな、あの、うん、地震 あって怖かったですよって言いましたんで、うん、王子全然気づかなかったよって話したんですけど、ね、あのマンションとかこう高いところはね、うん、また特に揺れやすいですからね、うん、そうですね、はい、うん、怖いですよね、で高坊さんが、でも王子の心は揺れてるはずよ、うん、だって反省会が待ってるのだからって、これ揺れてるって、あ、そういう意味だろうね、うん、まあ、動揺の揺れてるって、ね、ああそういう意味ですか、うん、そうよ、そういう動揺はこの男には何一つないですよ、なんか違う あのあれなのかなと思ったんですけど、だからアーカイブ聞いたって言った時に、うん、いや全然聞いてないっていう感じで、うん、いやもうなんか全然悪びれた様子なかったですからね、うん、いや普通聞くでしょう、あの悪びれ、自分がお休みした回どんな感じかって聞いて、ね、今すごいいい表現ですよね、その悪びれてないっていうすごいその表現が、だって普通自分がねこう出てない回どうなってたかなって、うんうん、まあ そうですね、それを聞いて、はい、その次の週にリアクションしない、うんうん、まあ、これについてはもうコメントは、うん、差し控えます、本当もうすでに反省会始まってます、はい、はい、カーフボーイさん、みそにこみすきさん、ダンサーさん、ひげを剃ってもやくみつるさん、皆さんこんばんは、はい、こんばんは、食事会が母の日のユイシスターズの民謡公演に行ってきたよ、楽しかったし弁当もものすごい豪華だった、ラグナガーデンホテルかなと、昭和歌謡クルーズも楽しみだなということで、うん、うん、あ、そうか、まだいろいろね、うん、楽しみなイベントがいっぱいあるんですね、うん、いいですね、ラグナガーデンホテルに、うんうん、昭和歌謡クルーズは多分あれですね、クルーズ船のね、うん、いいですね、うん、これクルーズ船だと、はい、あんまりこの酔うことはないんでしょうかね、あ、割とね、湾内のところの、うんうん、ね、クルーズだからきっと酔わないと思いますよ、うんうん、私も2回ぐらい乗ったことあるんですけれども、はい、本当にそのちょうどやっぱり昭和歌謡だった回の時に、ね、乗りましたけれども、うん、ウェストマリンさんのだと思うんですけれど、はい、おそらく、うん、本当に全然揺れが気にならないですし、うん、なんかもうまたねちょっと気分が悪くなるっていう心配な方は上の階に行くとね、本当にすごい夜景も綺麗に見えるね、はいはいはい、風通しがいい、うん、とっても素敵な景色が見れるので、それもまた楽しめるのです、うん、ね、ウエストマリンさんのクルーズはいいと思います、はい、うん、でもね本当揺れないんです実は、その、うん、そんな波のね、うん、あるようなところあんまり行かないので、うん、とてもこうお料理とこう歌を楽しめるんじゃないかななんて思ってますよ、うんうん、そうですね、ふね、ふってあれですね、上の階の方が揺れないって言いますもんね、船底って、うん、船底というか下の方の方がなんかこう揺れるというか、この波見るっていうんですかね、お部屋の中からも、うん、なんかそれ見てるとなんか酔っちゃうっていう方がね、うん、王子もねあんまり得意な方じゃないと思うんですけど、うんうん、そうなんですね、うん、なんか、ね、子供の頃に酔ったことがあります、うん、まあでも本当に心配いらないクルーズだなっていう風な感じはしますね、うんうん、海風がまた気持ちがいいんじゃないかなってことで、はい、あ、乗りたいな、うんうん、はい、沖縄大好きさんがこんばん名古屋ということで、先ほどもメールいただきました、ありがとうございま す、はい、います、ペーターさんがね、うん、予想より揺れの規模が少なかったからね、あ、王子が吸ったのかな、地震の揺れってことですね、あ、そういうこと、吸収した、多分ねその時はね、いびっかいで寝てました、ね、多分その、ガー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 がもしかしたらその、うん、ガーってこう、え、ちょっと待って、うん、緊急地震速報の時起きなかったの、
全然。だってなるでしょ、携帯。全然な、あの気づいてないですもん。え、あんな大きな緊急地震速報が。全然なんか気づいてなかったですね。そうなんですか。うん、なんかね、あれでもその時になったのかな。え、あ、携帯電話から離れて寝てます。いや、近くにいましたけど。本当なんかな、え、起きない。え、じゃあ何、あの緊急地震速報ですごい大騒ぎしてたのに王子知らなかったってこと。え、知りませんでしたね。で、起きて、お、あの違う方のあの、うん、なんか LINE 見てたら、うん、そうやってあの言われましたんで、うん、地震あの怖かったですねって、え、地震いつあったのって、そんな感じでしたからならなかった。なんか鳴ったら多分気づくはずなんですけど、鳴ってないのかな。王子の、え、その時間スマホ触ってた。あ、じゃなくてスマホは近くにあったらしいんですよ。あったと思うんですけどね。でも全然そんな、あの、それは王子がものすごく熟睡してるのか、それとも携帯が鳴らなかったのか、うん、ちょっとどっちなんですかね、うん、どっちなんだろう。普通ならね、あの気づきますよ、あのやっぱりその地震速報なんかのあれが ね、入った場合は。昨日は全然、王子本当の地震があった時逃げ遅れちゃうよ。全然その時は気づきませんでしたね。うん、うん、あ、スマホも滑ってんじゃない。あー、そっか、うん、あー、まあ、よく電波も滑らすと言われてますので、うん、まあまあそうですね、もしかしたらね、うん、そうかもしれないです ね、 ね、うん、で、熱いキャスに戻りますよ。はい、王子おかえりって、ただいまでございます、はい、でヤンポーさんが、王子番組はクビじゃなかったんだ、とりあえずね、とりあえずね。で、高本さんが、武者修行に出てた王子、さて今日はキレの良いコメントが出るか。まあキレはいつもありますよね。おだまり。え、違う。おだまり。で、ペースターさんがね、食事会は地獄を見るわよっていう、食事会の食がね、うん、色ごとになってる。あ、ほんと。あ、これじゃあこれリクエストにお答えしまして、はい、地獄を見るわよ。あと、これは一歩間違えるとそういう可能性ありますよね、うん、ね、地獄を見そうですね、うんうん、はい、ブギー街道さん、ご無沙汰してます、こんばんは。はい、こんばんは。で、ヤンポーさんが、全国植樹祭 in 愛知2019なら知ってるよ。あ、植樹の話からね。おーおー、岡村孝子さんの曲がイメージソングになってましたって。あ、そうなんですか。あ、そう、そうでしたね。あ、そう、うん、そう、さすがヤンポーさんですよ。岡村孝子さんのね、情報は詳しい。で、あの FMJG 新一さんが、シェイキーズプラザ店はいつも多いですねって、うんうん、いつも混んでますね。で、並んでますもん。ねえ、で、嘉手納店はよく利用していましたが閉店してしまい残念ですっていう。そうなんですか。あ、嘉手納店あったんですね。おうおう、へえ、そうだったんです。うんうん、うん、もうだからですかね、余計にプラザ店ね、いつも確かに混んでます。いつもみんな待ってますよね。うん、うん。で、高坊さんが、おーって、なんだろう、何のおーだろう。あ、エビスビールの T シャツのことかな。で、反省会でも飲むのかなっていうことで、飲みませんね。反省会は、はい、まあ反省会飲んでもいいんですけど。あ、エビスビールを反省会で飲むのかなっていうことですが、残念ながらダンサーズスタジオにはエビスビールはありません。そういうことですね。はい、ないですね、うん。今王子が飲んでるのは水出しアイスコーヒー。そうですね、味噌煮込みスキーはペリーを飲んでます。でもとっても美味しいですね、この水出しコーヒー。やっぱり本当、うん、美味しいです、うん、あの後味もすっきりしたような感じですね、うん、ああ、よかったよかった、うん、味覚あるんですかね。そんな、一応あります。どういうこと、どういうこと。一応あります。うん、ちゃんとね、前日から仕込みましたからね。いや、すごい、うんうん、なかなか水出しコーヒーってね、あの、うん、出てくることないですから。ああ、うん、ね、いいですよね、水差しコーヒーね、うん、昔はね、あの王子のね、あのその宮殿の近くにもね、うん、あの旧宮殿でございますけど、うん、あの水差しコーヒーでこう、あのやってらっしゃるその喫茶店があったんですけど、うん、もうそこももうね、だいぶ前に閉められて、最近はあんまり見ないですね、その水差しコーヒーを専門にしてる。水差しコーヒーってそういえば最近あんまり見ないですね。見ないですね。うん、うん、前もね、なんか一時期流行りましたよね。そうですね、水差しコーヒーってね、美味しいですけど、ただやっぱり作るのに時間かかりますからね、はいはい、あと結構豆がね、通常よりいりますからね、うんうんうん、そういうところですかね、うん、はい、ヤンポさんが、王子なら雨は避けられるだろうって、はい、あ、雨に避けられるのかな。
でも雨はね、まあ普通、通常あの当たりますよね。どうやっても。どうやっても。どうやっても。じゃあ雨に避けられるんじゃないかな。うん、避けてほしいぐらいですね、本当はですね。はい、ちんくーちゃん、こんばんは。洗い物してきましたということで、はい、お疲れ様です。はい、お疲れ様です。で、ヤンポーさん、大城智也さんもクルーズ船のイベントに出るのかなって、あ、ね、はい、昭和歌謡はね、智也くんも多分ね演奏されるんじゃないかなって思いますけど。私あの智也くんのやつ行ったことありますよ。うん、ね、うん、面白かったというかやっぱり素敵でしたよね。結構そのウエストマリンさんのクルーズでやっぱり誕生日とか記念日に結構参加されてる方が多いなっていう印象がありましたね。そうそう、ドレスアップ ね、皆さんおしゃれしてやっぱり特別な日にってことですよね。うん、確かに確かに、まあクルーズってそういうイメージですよね。うん、で高本さんがマナーモードにしてたのかなって。どうでしょう、あれマナーモードだと音出ないですか。うん、マナーモードでも音鳴るんですよ。鳴るんですよ ね、あれは。うんうん、ね、やっぱりね、うん、マナーモードにしてて鳴らないじゃね、うん、大変ですからね。マナーモードではなかったと思うんですけど、うん、すいません、この男にマナーモードありません。ああ、マナーモード、そういう意味だろうね。うん、そういうことか。あのね、まあ、マナーないですか。マナーないから、モード、そんなモードもないか。うんうん、あの先ほどのね、あのペーターさんのね、このツイキャスのあのね、はい、うん、あの食事会ってそのね、色ごとの、ね、ね、うん、色ごとの会って、うんうん、で地獄を見るわよっていうのを、うん、ずっとね、考えたんですけど、はい、思い当たる節となると、うん、多分ね、うん、あのぼったくりに会うとこんな感じでしょうね。ね、そういうところに行って、まさにあのポン出し、うんうん、で、ね、あのお金払うときに、うん、めっちゃ高いっていうね、びっくりするぐらい、これ何っていう。地獄を見てるってことね、そこで、ね、で盛大なね、料理が出たりとか、うん、ね、あのいいお酒が出たならわかりますけど、うん、全然そうじゃなくって、うん、ね、あの支払いの時にこの値段ってなると、うん、びっくりしますけど、うん、多分お店にとってはそれがあの通常値段という場合がありますから。あ、はい、うん、でもこう思うんですけど、値段ってわからないじゃないですか、払うまで。そうですね、あのからやっぱりね、うん、きちっとしてる方はあの聞くみたいですね。このボトルをもし下ろした場合にいくらですかとか、うん、こう細かくチェックされる方多いんですけど、あ、まあ、そういうやり方もあるんですけど、例えば、うん、もう最初から1万円、はいはい、1万円って払っちゃう、はい、先に、うん、で1万円と、ま、に到達したら止めてください、はいはい、もう 先払いしちゃって、うん、っていうやり方もあります。そうですね、だからもう昔だとちょっとこう集まりじゃないですけど、うん、があった時に行ってね、本当にあの1時間いるかいないかぐらいの、まあまあ、何人かいましたんでボトルを下ろして、うん、ちょこっとずつ飲みましょうかっていう形でやったんですけど、うんうん、それが本当にね、落下性もなかったぐらいの感じですけど、そのおつまみ的なもの、うん、まあ、ちょっと、うん、で普通にこうね、あれ何だったかな、ウイスキーなのか、なんか洋酒っぽいのがね、出てきて、なんか飲んだんですけど、うんうん、なんか最後にすごい高かったって、まあ、王子割り勘でしたんで、もともとの値段はちょっと今忘れちゃいましたけど、うん、かなり高かったみたいで、うんうん、後でみんなが絶対ぼったくりだよねっていう、それぐらいの金額だったみたいですね。あ、だから普通で考える、自分の考えでいくと、まあ、2、3000円ぐらいでのことじゃないのかなっていうのが、うんうん、その3倍ぐらい言ってましたんで。うん、だからかなりいろんなものの料金が跳ね上がってたんでしょうね。うん、でそれがもともとそこのお店の料金ということで設定されてたと思うんですけど、うん、だからそれをねふっと思い出して、ああ食事会ってそういう、うん、地獄を見るわよっていうことがあるなと思ってなるほどね、うん、思い出しました。うん、あ、でカッポーイさんがスナックで飲むとき昔はよく1万円で飲ましてって交渉していったら、帰りちゃんと掃除して帰るからって言って本当に掃除して帰ったって。あら、あ、でもいいですよね、そうやってね、面白い、うんうん、で、ペーターさんがサービス料150万円とか書いてありそう、ボボボボったくりって、うん、だからそれが本当にね分からない時ありますよね。いや怖いですよね、でも本当にそのなんでしょうね、あんまりこねちょっとみそにこみすきはそういう店になかなか行く機会がないからわかんないんですけど、やっぱりね、うん、そのなんて言うんでしょうね、こう料金表がないわけじゃないですか、はい、ね、
それ、うん、本当にあの回らない寿司屋ぐらいにチャレンジというか怖いところがありますよね、うんうん、そうですよね。回らない寿司屋さんもさっきと同じような手法がありますよ、うんうん、まあまあ使えますけどね、うんうんうん、とりあえず1万円の予算でっていう感じでっていう、まあできますけど、うん、ねえ、だからかなりね、まあきちっとしてるとこならいいんですけども、うん、本当にメニューもないようなとこだとね、まあ、自分の感覚っていうのがありますんで、うん、こう飲みに行ってもですね、うんうんうん、まあ、これぐらいで収まるだろうっていうところで行くと、時刻を見る時があるってことですね。で、ペーターさんがありがとうございます、時刻を見ましたって、さっきのポン出しのことですよね。で、高保さんがそうか、マナーモードはないですよね、笑いって。そう、うん、あ、でね、高保さんがキレ違うキレもないのではって、どんなキレだろう、お、キレない、いろいろキレがないのかな、あ、そういう、あ、体のキレはないですね。キレキレではない、キレキレではないですね。ヤンポーさん、じゃあ、まあ、機内モードかなって、いや、機内モードにしてたら確かになりませんよね。で、ペーターさんが、はい、送料35万円のネットオークションとかもってどういうこと？ああ、なんか聞いたことあるな。何？送料35万円って。あの本体価格1円なのに送料が、うんうんうん、35万とは言わないですけど、うん、1万円とか2万円とかっていう、はいはい、海外発送だからっていう理由をつけて。そんな手法が、うん、怖いですね。まあ、大して料金ね、そんな1万円もかかるような送料ではないんですけど、うんうん、っていうのはありますね。で、その送料っていうのはその画面上に歌ってあるわけではないわけですか、その後から、あ、でも書いてあるんですよね、もちろん。ね、そこをよく見れば、うん、分かる、出てきます、うんうんうん、あ、でもあんまり見ないですもんね、うん、そんなに送料をいくらっていうの、うん、本体の値段につられるっていう、うんうん、すごい落とし穴ですね。そうですよね、その送料で何万もかかるってあんまり思いませんもん ね、うん、ねえ、まあ、海外だったらせいぜい1万とかね、うん、そういう感じで思うかもしれないですけど、はい、うん、で、ペーターさんが時価しかない寿司屋は覚悟しなくちゃって、勇気いりますよね、うんうん、いりますね。で、高本さんも商品説明をしっかり見ないと痛い目に遭いますよって。なるほど、まあ、いろいろそうですよ ね、いろんなこのなんていう の、 あの契約書なんかでも、うんうん、あのお金戻りませんよとかいろいろ書いてある場合があるじゃないですか、うん、すごいちっちゃくって、ちっちゃい、見づらいところに、でそれもね、あの全部読むのにね、うん、20-30 分かかるんじゃないのっていうぐらいの ね、うん、場合があるじゃないですか。だんだん年々辛いですよね、うん、我らは、うん、いわゆるあれですよ、厄介ってやつですよ、はいはいはい、厄介ね、ほんと嫌ですよね、うん、で後になってここ読んでくださいっていう、ね、しかもなんであれあんな薄い字で書いてあるんですかね、薄くてちっちゃい字ね、ねえ、だから見落としが多いような感じになりますから、ね、でもそこを突かれると、ね、お客様ここを読んでください、書いてありますよねってなりますよね。書いてあるな。はい、じゃあメールをお願いします。はい、続いてのメールはですね、はい、おばあからもらったプライベートジェットさんからです。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。ダンサーズさん、味噌煮込みスキーさん、マスクマンさん、こんばんは。はい、こんばんは。こんばんは。以前は職場の方と年に何回か仕事帰りに食事をしたりもしましたが、コロナ禍になって以降食事会をする機会がすっかりなくなりましたね。コミュニケーションを図る大事な場でもあったので、また気合いなく開催できるようになったらいいなと思っています、うん、ということでございます。はい、そうだよ ね、 ね、やっぱりコロナになってからは、うん、あの集まりもね、本当に少なくなりましたよね、うん、でその前からですね、まあ、よく言う飲酒が厳しくなってから、うん、もうやっぱりこういう集まりもね、うん、少なくなりましたね、うん、それに輪をかけてコロナ禍でこう、ね、うん、集まりもできないということになると、あれですよね、コロナ禍でこうコロナ明けてもなんか逆にもうそのスタイルに慣れてしまったのか知らないんですけど、はい、うん、なんかかといってこう食事会が盛大に行われるかって言ったらあんまりそうでもないですよ ね、 そうみたいですね、まだまだ、うんうん、やっぱりその一次会があっても二次会がないよとかですね、うん、うん、そういう形になってますので、うん、だから平日なんかも今いろいろこう飲食店 の、ね、情報なんかも、うん、見てるんですけど、うん、やっぱりお客さん少ないみたいですね。あ、うん、なんかこう居酒屋よりもこの二次会のね、それこそバーとかスナックとかってやっぱり大変じゃないかなって思うんですけど、多分そうですね、ただお酒飲むとこだけに限られちゃうとちょっと大変かもしれないですね、うん、このファミリー系の
あのレストランとかその、ね、ハンバーグ店とかあるじゃないですか、うん、そういうとこはねまだあのファミリーがね来られて、うん、人も多いみたいですけど、ねえ、うん、で FMGG 新一さんがツイキャスで、はい、そういえば神戸の天ぷら屋さんに行った時、当店は全てお任せで順番に出しますって言われ、最初に松茸の天ぷらが出てきた時はびっくりしましたって。すごいですね。怖いですね、いきなり松茸の天ぷら出たら、うんうん、でも結果的にはリーズナブルな金額で家族とモノもほっとしましたということで。そうなんですよ、ねうん、でもびっくりしますよ ね, ねえすごいですね。もうその天ぷら屋さんのこだわりの順番があるんですね、うん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 、きっとね。そうでしょう ね, ねうん、あペーターさんが購入いただいた王子の返品はできません。ああ、うん、まあ返品していただかなくても結構なんですけど、これは何でしょうね、奥様に当てていらっしゃるんですかね。ああ、王女様ね。まあ王子の場合は返品というよりかね、うん、あの捨てられるっていう、はい、そっちのパターンですから。逆に処分です。処分です。処分です。断捨離みたいなもんですから。いい処分されないことになります。はい。ということでじゃあ一旦 CM いきますね。はい。私ども東海共和の国内物流部は、名古屋から北は北海道、南は沖縄まで最適な物流サービスを提供しております。安心確実迅速をモットーに、創意工夫を凝らし、お客様の個々のニーズに応え、心で届ける物流で皆様の暮らしをつなげていきます。どんな形状大きさの輸送もお任せください。これからも皆様の心強い物流パートナーとして、お問い合わせは電話 052-389-7817 東海協和まで。キウナ名古屋。中村製菓は那覇首里に創業して64年、月桃や泡盛など激戦素材で作り上げた首里饅頭とくんぴん、こだわりの琉球菓子をご賞味ください。ユイレール首里駅から徒歩3分、電話 098-884-5901。 中村製菓。 FMJG アートワークウェブサイトオープン。オリジナルモノクロキャラクターアンドオブジェクトの実験的ミュージアム、ご訪問は fmjg.jp まで。ただいま独自企画品開発中。おやつと軽食の店夢屋。那覇市長田にあるおやつと軽食の店夢屋は、あなたの町のお菓子屋さん。お小遣いで買えるお菓子でいっぱい。沖縄大学から徒歩2分、詳しい場所は地図アプリで検索。リラクゼーションなごみは、客様に合わせた施術をしています。疲れてるから癒されたい、腰が最近痛いといったことなど幅広くサポート。体験したことのない施術をお約束いたします。お問い合わせは名古屋市緑区リラクゼーションサロンなごみで検索。 Dグラッド はネットワークカメラシステム、トップシステムの開発製造販売をしています。お見積もりから設置運用までワンスポットサポート、安心のセキュリティをお約束いたします。お問い合わせは Dグラッド で検索。キウナ名古屋。はい、名古屋は栄養コーナーですけれども、はい、それですか。そうですよ、うん、あそうですよ、うん、あそうですか、はい、はいはい、ちょっと BGM が入りがちょっと違ってましたけどね、うん、まあ名古屋栄養コーナー行きましょう、うん、行きましょう、はい、はい、ということで、はい、食事会というテーマなんですけれども、うんうん、ね、名古屋で食事会といえばどちら行かれます？名古屋食事会ですね。
最近ないんですけど、うん、そのまあ肉じゃなくして魚介となると、うん、知多方の方でしたかね、マルハ食堂、マルハ食堂行きますね、大きいエビ、エビフライが、はい、エビフリア、エビフリアがあるとこなんですけど、エビフリアってあまり名古屋の人言わんけど、ね、言わないですね、うん、あれ誰が言ってるんですかね、タモリさんですかね、エビフリアって言ってますから ね、 ね、うん、もうね、そんなね、うん、そんなエビフリアエビフリアって言わんよね、うんうん、全然言わんよ、うんうん、あ、マルハ食堂でね、うん、行きます行きます、うんうん、そこにね、たまに、うん、まあ、最近ではないですけども、うんうん、こう食べたいなと思って、うん、ただですね、うん、うちのですね、うん、まあ、宮殿の中にも羊がたくさんいらっしゃるので、はい、その方で魚介が好きだね、好きな方と嫌いな方がいらっしゃって、うん、なるほど、うん、羊もやっぱりお好みがありますからね、肉派、魚派、いろいろあります、うん、いますね、そうすると、どこどこに行くとなると辞退されるっていうあ、うん、そこに行っても、ね、食べるものがないという形で辞退される方が、ね、いらっしゃるんですけど、うん、なかなかね、たくさんそういう方を抱えてると、うん、大変なんですね、食事会になってもね、うん、あ、じゃあみんな集まれないじゃないですか、集まれないですよ、マルハ食堂って決まった時になんか魚介類しかないから行かないってなるんですか、そうですね、ついてくるだけついてきて、なんか違うものでもね、うん、食べるのかなと思ったんですけど、うん、もうやっぱりこう頭の中が、うん、魚介はダメっていう風になってるんでしょうね、うんうん、でそうなると、まあ、言ってもそのね、意味がないじゃないですけど、うんうん、コンビニで何か買わなきゃいけないとかね、そういう、うん、イメージになるもんですから、はい、うん、っていう風で辞退されましたけどね、お、うん、だからやっぱりいろんなこの意見を今日は何が、うん、食べたいのかなっていうふうに、ん、聞くとね、やっぱりバラバラになりますから、あ、麺類がいいとか、羊さんもいろいろね、そうなんですよ、あるんですね、そうなんですよ、うんうん、でそうなると最後にね、お妃が怒って、うんうん、自分で作って食えと、うん、自分で作って食えと、うん、そういう風になってそういう会がなくなる時もございましたね、あ、もう会自体が中心になってしまうってことですね、うん、そうそうそう、もう怒ってですね、全然違うこと言ってるんだったら行くに行けれないと、みんなの意見がまとまらないと、うん、そうです、うん、難しいですね、うん、じゃあどうしてるんですか、じゃあ全員で行こうと思ったら、いや、もう最近はね、そういう機会がなかなかないですので、だから結局意見がまとまらないからもう行かないみたいな、そうですね、まあ、まあね、まとまればいいんですけど、うんうん、まあ、こう麺類とかねだったらまあ大体みんな食べれますんでいいんですけど、うん、ちょっと違うものをね、うん、ちょっとこう発案すると全然ね、あ、違う、難しいですね、うんうん、ね、あれマルハ食堂いつも大混雑してるじゃないですか、はい、でも個室マルハ食堂わかりますかね、あ、そうか、マルハ食堂ってすごく言ってますけど、うん、説明して、そう、ごめんなさい、全然説明なかったですね、うんうん、知多半島の方にですね、うん、エビフライの有名なお店があるんですよね、うん、はい、大エビって言ってね、大エビの大きいね、エビがね、うん、エビフライになってるね、エビフリアですけど、ね、ただ、うん、エビフライだけじゃなくて、そうですそうです、本当にね、魚介類一般、うん、いろいろ美味しいですね、魚、あとこの知多半島のね、うん、海の幸がね、まあ、渡りガニですとか、うんうん、大アサリなんかも有名ですね、大アサリもありますし、うん、あとシャコガイもありますし、はい、シャコガイじゃない、ごめんなさい、シャコですね、うん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 、シャコもいますし、うん、ね、だから地のものも多いですね、ね、地のものも多いですからね、うんうんうん、そうです、本当にね、新鮮で美味しいですね、バーベキューなんかも、あれ、あそこできたんですかね、バーベキューできるとこう、うん、あ、はいはい、ね、あ、ありますね、はい、まあ、マルハ食堂ではなくて、うんうん、ありますよね、はい、ね、魚太郎ですね、そうですね、はい、まあ、同じようなそういう、ね、うん、市場と、飲食できるようなところがこう一緒になってるような、うん、あれいいですよ、うん、こう魚をこう、うん、市場スタイルで選ん で、はい、で自分でね、焼くんですけれども、その炭火セットを、うん、こうバーベキューセットを持っていかなくても手ぶらで、うん、そうですね、そこにそのセッティングしてありますもんね、いくらっていう感じでね、うん、できるっていうね、そうですそうです、うん、そうですね、そうやって考えたら、うん、名古屋もね、もちろん味噌カツとかエビフライとかいろいろありますけれども、うん、それ以外のね、愛知県楽しみもあるっていうことですよね、うん、そうですね、うん、そう、なかなかあれですね、ファミリーの方もね、多いですので、うんうん、皆さんこうやってね、バーベキューなんかやるとその、ね、お子さんたちも喜ぶんじゃないかなと思いますので、うん、ね、
そうですよね、はい、で、ね、それこそ、味噌カツで思い出しましたけども、はい、ヤバトンいつも行列してるじゃないですか、はい、でもあれ実はちゃんとこう和室なんていうんですかね、個室を借りると並ばなくて入れるんですよね、うん、あれそうなんですか、うん、そういうお店に行かないと、うん、お店の方ですよ、まあまあもちろん個室のあるお店に限るんですけど、うん、そうなんですよ、うん、だからね、こうほらもう名古屋名物食べたくても並んで待つのがね嫌だって言って断念される時もあるじゃないですか、うん、うん、でも個室があるので、まあね、あ、まあもちろんちょっと、うん、まあ、余分にお金はかかると言っても、ああ、そういうことですね。でもね、こう1時間も並んだりする手間を思えば、うんうん、ね、こう効率よく名物が食べられるっていうのはいいんじゃないかなって思いますよ、うんうん、でも予約とはかは関係なく、あ、だからもちろん予約してです、予約席料もかかりますけども、はい、ゆっくり味わえますし、はい、うんうん、いいですね、ね、こうやっぱりこう並ぶとほら次のお客さんのことが気になったりとかしますけどもね、王子個室と聞くと違うこと考えちゃうからね。ええって人に見られないように、あ、そっち、じゃあその音声だとさ、うん、ほら、うん、また違う、さらに違う個室を想像するじゃないですかね。ちょっと違う個室ね、ただそのお店の個室もなかなかあれですよ、うん、いやいや、だから、うんうん、じゃあカンボイさん、はい、あ、じゃあそういうことでちょっと名古屋は、はい、栄養コーナー締めましょうか。そうですね、はいはい、名古屋は栄養コーナーでした、はい、はい、ということで、うん、なんか今日ねちょっと BGM がいろいろイレギュラーになっていて、うん、どうしちゃったんだろう、うん、はい、ということで、高保さんが王子41分不適切発言でイエローカード1枚いただきました。あの41分でついさっきじゃないですか。そうよ、え、それはあの個室の話、個室の話ですね。また、お黙り、またそれをですね、こうリスナーの皆さんが、まあね、うん、違うことを考えるからで、ペーターさんが食事会の始まりっていう食事会の例が色ごとになってます。そういうことです ね、はい、でラントさんが、こんばんはということで、こんばんは、こんばんは、はい、うん、ご無沙汰しております。はい、で、FMJ 自身一さん、今度また名古屋に美味しいものを食べに行きたいですって。あ、ぜひ、うん、そうですね、はい、そうですよ、うん、まだまだありますよ、はい、高保さん、味噌カツとかコーチンしか知りません、エビフライは相当でかいとか、相当でかいですよね、うんうん、大きいですね、うん、ね、うん、ぜひぜひ名古屋のジャンボエビフライもご賞味ください、うん、はい、うん、高保さん、羊がたくさんいるのでっていう羊の絵が動物の羊さんになってる、羊じゃない、あ、そうか、羊、羊、うん、羊、あ、そうか、発音が違うのか、うん、羊だとね、あの動物ですね、うん、羊だと、うんうん、なんていうの、うん、お手伝いさんとはまた違うよね、身の回りのことをしていただける方、身の回りのお世話をしてください、あれ、身の回りの方を、あれ、待って、あれ、ちょっと違わない、あれ、なんか違うな、うん、羊、身の回りのことしてないじゃん、そういう方々なんですけど、うん、なんかどっちかって王子が身の回りのことしてないだよね、なんか違うなって今思いましたね、なんか今私もあれって思ったよ、あれって思いましたからね、思いましたよ、うん、王子がなんかいろいろやってる場合があるなっていう、うん、おう、で、FM デジシンさんがいつも思うんですけど、この BGM 個人的に好きですって言って、先ほどの BGM ですかね、うんうん、あ、あれはフリー素材です。そうなの、うん、あれ今なんかもっと何々って言うかと思ったらフリー素材だったんだ、うんうん、多分今
今の曲じゃないと思います。あ、そっかそっか、はい、はい。でカープボーイさんが名古屋の食べ物って言ったら天むすもあるし、ひつまぶしもあるし、うん、味噌煮込みうどんもあるし、美味しいものばっかりだねって、うんうん、ばっかりです、美味しいものばっかり、うん、でもあんかけパスタもあります、うん、あまだあるよね、いろいろ。昔テレビで有吉さんの番組で実は三重とか岐阜のパクリって話してたよって、うん、そう、うんね、天むすもそうです、ね、はい、そうです。天むすも三重県の、はい、発祥のお店があるんですけど、なんか名古屋名物になってますね、はい、うんうん、はい、そうなんですよ、うん、ひつまぶしもそうなんですかね、どうなんでしょうね、どうなんでしょうね、ね、うん、はい、ということで、うん、じゃあメールお願いします。メールご紹介します。あら、ヤンポーさんからです。はい、ありがとうございます。ダンサーさん、ミソミスさん、他一名、他一名、他一名は、私、うん、こんばんは、して、食事会と言えるかわからないけど、 JA 時代に支店長からおでん作ったから食べに来いと連絡があったんだけど、俺ら購買士からは、締め処理が購買を、締めてからだったので、午後6時くらいにしか終わることができず、金融課や出荷場、進化は午後5時過ぎにはおでんを食べていて、俺ら購買進化が、行った時には昆布しか残っていなかった。あら、みんな食べちゃったのね。支店長も少しは、購買進化のことを考えてほしかった。普通金融課の方が締め処理に時間がかかると思われがちですけど、金融課は午後4時には窓口を閉めるので午後5時には締め処理を終わっているんです。ああ、そういうことね、早いんですねなんか内部事情本当に俺ら購買進化にとっては昆布だけのおでんの食事会でした。テンションが下がった下がったそうだよね、滑り王子なら昆布だけでも十分だったはずですけど、ああ王子は全然昆布だけでいいですよ。昆布とはちょっとお酒がないとね、それじゃ、うん、物足りないですけども、うん、昆布だけでねご飯っていうのもちょっとね、うん、ちょっと嫌ですね、うん、まあちょっとお酒があるならね、それかじってぐらいができますんで、うんうん、でそういう時はどういうお酒なんですか。これもどんな、お酒でも結構、アモリでも、ね、ビールでも何でも結構ですね、ちょっとアルコールがあれば、うんうん、いいような気がしますけどね、うんうん、ただそのアルコールなかったらちょっと物足りないなって感じになりますよね。これをどうするんだというね、うん、昆布はこう、お口の中でね、ちょっとこうふやかして大きくしないとみたいなあ、それ宮古昆布 の流れのような。あ、いいですね、宮古昆布いいですね、はい、宮古昆布いいですね、はい、ありがとうございます、はい、ありがとうございます。じゃあメールもう一ついきますね、はい、銭形警部さんからです。ありがとうございます。食事会って言えば、今から24年前に高級食材配達の仕事をしていた私は、この会社の新年会が開催された場所でヤンバルにある取引先で、九州沖縄サミットの宿泊先の一つとなっていたルネサンスリゾートホテルの沖縄の洋食レストランで、新年会の食事となり、生まれて初めて世界最大珍味といわれるトリュフ、キャビア、フォアグラを食べましたが、あまりのうまさに感動し、特にフォアグラは癖があって味が濃かったことを衝撃受けました。あれから世界最大珍味を食べてませんが、近い将来食べてみたいですね、ということです。うん、うん、最近食べました？トリュフ、キャビア、フォアグラ。キャビアは、うん、なんちゃってキャビアみたいなのもありますよね。あ、うん、人工ですか？じゃなくてね、チョウザメじゃない卵。そうですね、もう、ね、違う種類のね、種類ですね。で、同じようなこの感じの、まあ、味具合っていうんですか、うんね、うん、食感っていうんですかね、うんうん、そういうので、ね、食べたような気がしますけど、ね、うん、本物ではないですね。 ありますけど、キャビア、うん、食べたこと、うん、あるんですけど、うん、うまいっていう感じはなかったですね。珍味ですからね、まあ、こういう三大珍味ですからね。なんだろう、こういう塩辛いものかなと、うん、ただ私あんまり、ね、体に良くないんですよ、うん、あ、そうですね、まあ、うん、はい、まあ、トリュフも香りですもんね、うん、トリュフもそうなんですけど、うん、香りだけかなと、うん、香りだけかな、まあ、松茸のような感覚ですけど、うんうんうん、まあ、香りですよね、うん、ねえ、フォアグラは、うん、フォアグラはでもね、食べましたね。
あれはやっぱりステーキと合わせたりとか少しでいいですよね。脂が多いなって感じがして、ちょっと、でもちょっとね、あの高級スーパーであの普通にあのか本日の特売って言ってフォアグラが1000いくらって売ってたんですけど、はい、いや全然特売じゃないけどって思いながら、うんうん、あでもまあフォアグラにしては特売なんだなって思いましたけど、うんうん、いやスーパーでフォアグラの特売ってどう思います？でもなかなかないですよね本当から言うと。いやだからさすが高級スーパーだなと思いました、うん、そういったものを置いて、うん、通常だと、まあまあうん、もっと高く売ってるよっていう、まあ、どちらかというとこう会社経営者の方が住まわれる、うんはいはいうん、マダム御用達のこう、うん、スーパーマーケットでしたけど、うん、でもね多分そういうね、ハイソサイティのねあの、うん、お客様はですね、うん、自分で買って、ね、食べないですね。そういうお店に行ってそういうお店に行きますよね、行って食べると思いますよ、うん、なるほど、うん、確かにそうですね、うん、で、あのラントさんが王子にお手伝いさんいるのってあ、うん、あの自分でそう思ってるだけなんですけどね、うんうん、で、高間さんが王子が身の回りのことをご自身でメールや質問のように献身的に動くのよねってあ逆のパターンね。あれそういうことなの、うんうんまあ、そういう時もありますね、うん、で、カープボーイさんがキャビアはあの色はどうも食べる気がしないんだよねっていう、あうん、黒く光る感じですよね、うん、確かに色はね、うん、あね、まあ、な色ですもんね、うん、あのね、今キャビアで思い出したんですけど、うんはい、あのキャビアも全然こう塩辛くないような本当に味気ないようなものを食べたことあるんですけど、うん、それが本当なのかどうかがわからないんですけど、うん、全然その塩気のないようなこの、うん、もうその素材に近いようなこうプチプチ感はあるんですけど、はい、塩辛くないようなのも食べたことがあるんですけど、うん、それもねあの今思えば本物かどうかがわからないってでもあれってだって塩漬けにある程度しないと持たなくないですか、うんうん、そう思うんですけどね、うん、なんかあのそういう塩気のないようなあの高尾さんが言ってましたよ、なんちゃってキャビアだよってだからなんちゃってキャビアだったなよくわからないんですよ。いやなんちゃっていくらもありますからね今ね、うん、人工で作るね、うん、いやでもそれを言ったらカニカマってすごいと思いませんか、うんうんうん、ねえあのなんであんなにカニの肉を使っていないのに、うん、あのカニのような食感と味を出せるっていうその技術すごいなって思いますよ、うんまあ、その技術がすごいですね、うんだから あの、あれあるじゃないですか、そのカニなんかでもちっちゃいカニであのセイコカニとかって、ね、安く売ってる場合があって、はいはい、身が全然入ってないっていう、あ、うん、それを思うとカニカマがいいのかなと思う場合がありますよね確かに、ねかかね、そんななんかこう、うん、身の少ないカニよりは、うん、カニカマの方が食べた感は出ますよね。そうそうそうだからもう出し取るだけなのっていう場合がありますので ありますね、うんうん、あのあれですよね、セイコカニって結局、うんね、あのオスのカニでね、うん、あの卵も抱えてないので、うんうん味があまりしないっていう感じ。そうそう。だからそれがすごい安く売ってる場合なんかだと、ありますね。まあ、ね、やっぱりプロの方が買ってきて安くできるってことは、うん、身の入り方も多分分かってるんでしょうね。ああ、なるほどね。うんうん、で、あのヤンポーさんがルネッサンスも沖縄サミットの時に会場になってたはず、メインはブセナだったはずですけどって、あ、そう、そうなんですよ。私もあれブセナじゃなかったのかなって思ったんですけど、まあ会場になってたんですね。なるほど、なるほど、ありがとうございます。で、あ、そうそう、カープボーイさんそうなんですよ。テレビで どっかの試験場でチョウザメの養殖してるみたいな話聞いたことがあるけどっていう、そうなんですよ。これこっちの方じゃなくて、ね、岐阜の方の海がないとかね、そういうところでもなんか養殖してるの、そうそう、あのね、やってましたね。トヨタの、まあ、今は、ね、町村合併して大きくなったんですけど、うん、トヨタ市の方での、うんまあ、山の方なんですけれども、うん、あの実際にそれで村おこしというか町おこしをね、うんっていうことなんかそんな、ね、あれがありますね、ありますからね、うん、でまあまあね、やっぱり限られた資源ですからね、うん、そういって養殖がうまくこうしてね、いうのも一つのね、はい、ということで、エンディングですね、はい、来週のテーマはセット。来週のテーマはセットです。髪の毛をセットするハンバーガーショップではいつもセット注文などセットのエピソードをお寄せください。この番組は陸上海上輸送
一貫サポート名古屋東海協和。相続などでお困りごと相談は税理士法人ベスタックス。経営者様のお困りごと相談はリテールクリエイト社会保険労務士法人。個人スポンサーさんです。グランレーナさん、名誉総裁賞受賞の首里まんじゅう那覇首里中村製菓、アートワークウェブサイト FMJG、 お小遣いで買えるお菓子がいっぱい那覇市永田おやつと軽食の店夢屋、太古式とオイルリンパトリートメントのリラクゼーションサロンなごみ、ネットワークカメラ録画システムのことなら D グラッド。個人スポンサーさんです。真っ赤なメルセデスさん、こちらの提供でお送りいたしました。はい、今週もお聞きくださいましてありがとうございました。やっぱり王子がいると、まあ、調子は調子いい、まあ、調子いいですか。いつもの感じはします。いつもの感じってことね。でも反省会はあるよ、はい、あ、そうなの、うん、ね、はい、はい、アーカイブはちゃんと聞きましょうね。はい、はいはい、ということで来週も聞いてください。閉店ガラガラ。あら、はい、今週もお聞きいただきましてありがとうございます。ありがとうございます。俺、うん、先週は結局何してたの？え、先週、うん、先週は石巻にいました。石巻？石巻にいました。え、なんとそんな、石巻って何県？あれは宮城県です。宮城県、すごい、うん、そんなところにいたの？車で10時間ですね、うん、10時間ぐらいかかってる。車で行ったの？車です。車で行ってます。そうなの、うん、お疲れ様でございます。行ってましたんで、はい、はい、お疲れ様です。お疲れ様でした。また来週です。はい。